砂丘ってどうやってできたのかっていうねクイズなんですけど、ね、まあ向こう行ったらどうなってんだろうね一番奥のあの結構奥深くに最終部から来たんですけど、もう見てください草がちょっとオアシスに近づいてるかもしれない、うん、オアシスの周りでやっぱ草とか生えるんで、いやほんま遭難ですよね、別とかね。なんか建物がある、なんかあれ廃墟じゃないですか、あれもさっき、うん、まあ、今日はね、どこに来たかと言いますと、僕の地元、鳥取県やってきましたよ。鳥取県といえばね、鳥取砂丘なんですけど、僕なんか鳥取県民なんですけど、僕鳥取砂丘来るの初めてなんですよ。このこっちでなんか眺めたりとかあるんですけど、鳥取砂丘行くのは初めてなんですよ。鳥取砂丘って何なんだろうね、僕らからしたら。砂丘ですね、ちょっと大きい砂場みたいな、なんかラクダとかいんのか、あ、いるわ。はい、ここでね、レオクイズ。砂丘ってどうやってできたのかっていうねクイズなんですけど、どうやってできたでしょうか。1、草木が枯れて。2、これは人工のもの。3、山から降ってきた。山からその土砂が砂になって降りてきた。どうでしょうか。てか3番。あの中国地方の上の山がこう削られて、その砂が降りてきたんですよ。それがその仙台川っていうのがあるんですけど、鳥取県にその仙台川からこう流れてきて、それがこう溜まってできたっていう風に。ああ、やっぱ風の流れ結構風強いから、やっぱそれでこっち来たんかな。そうなんですよね。結婚式してますよ。うまいね。結婚式。カメラとか撮影隊とかいない。登るっていうかね。そう、靴どうすんの。靴は持っていくんだ。鳥取の伝わる歌なんですけど、大きな袋を肩にかけ、大黒様が気になると、ここに稲葉の白いサギ、大黒様は哀れなり、綺麗な水で身を洗い、ガマの穂渡にくるまる。これどうすんの。これですか。鳥取砂丘来たけど、ね、まあ、向こう行ったらどうなってんだろうね一番奥のあのナッタハラ砂漠の先みたいなオアシスが待ってます行ってみましょう。ちょっとオアシスなんかあるほんまに。いやでも僕もなんかちょっと本当なんかあんま詳しくないんですけど、あの先とか、なんかもしかしたらね、なんかあのオアシスみたいなのがあるかもしれない。皆さん、なんかね、歩いてたらすごいこと発見したんですよ。このここのローアングルからなんか撮ったら、なんかすごいめっちゃ映えるんですよ。なんかポスターみたいな、いかにもなんかね鳥取のなんかポスターみたいな感じじゃないですか。現在地示すやつだろうな。ああ、現在地もこうですよみたいな。あ、これ知らなかったっすよ。ちょっと。でも結果的にこれなんか森みたいな囲まれとんかな、山みたいな。
こう見えないですよ、もうこれ。結構歩いたんです。もう40分ぐらい歩いたんですかね。うん、なんだろうね、これ。なんなんすか、なんか電波送っとんだ、確かない。なんか、救難信号みたいなのか。そんなんあるかな、そんなの。これが、いわゆる、荒れ果てた。荒れ果てた。日本ということなのか。鳥取砂丘の裏みたいな。これが。結構、ブラジルとかでもあるけど、そのアマゾンの、はいはいはい、ね、森林伐採で、こういう砂漠が増えて、あ、こういう感じになるのかな、最終的には。結構奥深くに最深部から来たんですけど、もう見てください、こっち砂じゃないですか。こっちはもうなんか草がちょっとオアシスに近づいてるかもしれない、うん、オアシスの周りでやっぱ草とか生えるんで、もしかしたらね。なんかもうこれ懐かしいですよね、これ。なんかこの見てもらったらちょっと黒いとこあるんですよ。これ砂鉄じゃないですか、これ。僕も3年生の頃に理科の時間あるじゃないですか。あれでソーラー電池とかやってね、理科大好きだったんですよ、僕。あら、っていう話しちゃったら、やば、なんなんすかこれ。なんじゃこりゃ、うわ、下、急じゃねえこれ。めっちゃ急じゃねえこれ。これ降りるんですか。あ、やばいこれ、やばいこれ。あ、やばい、これ下、やばいこれ。うわ、最悪だこれ。うわ、うわ、見てくださいこれ。あ、うまっ。帰った。え、めっちゃ急じゃないですか、うん、これ。いや、結構、なんか遭難した感があるんだけど、なんかそういうアラジンとか、あのオアシスとかじゃないけど、次はなんか急に不思議の国のアリスみたいな。なんかね。あ、でも植えてんだね、これ。防砂林ですよ、これ。うん。植えて、ちゃんとこれ、植えてこうなってんだろうね。多分、これほっといたら多分もっと広がるんだろうね、砂漠。ああ、なるほど、なるほど。伐採もして、こうやって、ちゃんとね。うん。え？でもなんか。こっちかな。ほんま、そうなんですよね、見せてからね。あったあった。大変人なんですけど、なんか、迷ったんじゃないか、本当に。砂丘の先はやっぱこんなんなんだね。なんか建物がある。なんか、え、あれ廃墟じゃないですか、あれもさっき。ね。こんなん鳥取砂丘じゃないぞ、これ。なんか鳥取砂丘ってもっとなんかいいイメージだったんですけど。ちょうどなんかね、真似かれたような。そうだね、位置が絶妙な位置。怖いな、今日。うわ、なんじゃここ。これ、でもちょっと、わかんないです。僕、鳥取なんですけど、知らないです、これ。鳥取砂丘をずっと突き進んだ先には。なんだこれ。バイオハザードみたいな。うん。そうだな。立ち入り禁止のあれもないから、はい、法的拘束力はないと思う。あ、でも、あかんかもしれない。うん。しかもイギリスのマークだし。いつ頃の時代の。
なんか、廃墟ま、廃墟マニアが喜びそうなのっつって、なんか、有名な廃墟っていうか。なんだったのここは。ドライブインみたいなとこ。まさかね、鳥取砂丘に来たらなんか、すごい謎の廃墟にぶち当たるというね。結構なんか、ホテルとかなんか、環境施設に使われてて、なんかすごいなんか、廃墟マニアの間では有名っていうことで、なんか、まあ僕も登ってみたいんですけど、ちょっとまあ登るのはちょっとダメなんで、やっぱ警報とか鳴るって書いてあったんで、多分めっちゃ多分、鳥取砂丘をね、一望できて。何もない砂丘の先には、廃墟っていうのはまた新しい感覚というか。オアシスじゃなくて廃墟。うん。しかもなんかすごいね、残るのがこのイギリスの。ね、歓迎って書いてありますからね、イギリスのね。うん、ね、なんかあるんだろうね、イギリスの。姉妹都市とかじゃなくて、この。いやー、聞いたことないですね、イギリスの。聞いたことないですね。ロンドンとかなんか。でも僕もなんか、ちょっと聞いたことあるんですよ、なんかその砂丘の近くに廃墟があるみたいな。うん、結構有名だったんですけど、来たことはなかったっていうね。あったね、たまたま。たまたまあったんですよ。うん、裏番スピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。